さてエピソード8カラフル見ていきましょう。カラフル、なんだろう、俺の好きな小説の名前と同じですね。ルークたちが三日倉島に来る7年前、劇場外。7年前、ネオンの洪水だな。あら、うん、知らなかった、こんなにカラフルな夜があるなんて。ちっちゃい頃のシキとエドワード、ルドビゴ・ア・カルド、夢の作り手が生み出した色彩だ。ああ、そういえば色というのは三神楽では色を意味するようだね。うん、あ、でもこの名前はハスマリー軍の人につけてもらったもので。あ、そうなんだ。ハスマリー語だとあまりいい意味じゃ。ああ、確かに。父親から授かった名はないのかい？父親。君を拒絶するような男はもう父親ではない。ううん、でもあの人は僕に父親だなんて思われたくないはずだから、だから名前をつけずに捨てたんだろうと。あ、名前、そうか。残酷だね。そんなことないよ。それこそ何の色も持ってない僕が悪い。こんな綺麗な景色を作れる人と繋がれるはずなかったんだ。そんなことないよ、本当に。四季、まあ、この頃の四季はそう思ってたんだろうけど。諦めるのは早いさ。君は絆計画に乗ってくれるんだろう。ならいずれ全ての人間と手をつなげる。本当に？ああ、計画仲間から一つ提案しよう。君は四季という名前が好きじゃないようだ。あ、うん。なら、アッカルドの頭文字を取って、っ A のつくコードネームを名乗るのはどうだい？アッカルドの A か！じゃあ、がいいな。ルドビゴ・アッカルド、イズミ・アッカルド、それにスイ・アッカルド、3人の A とつながりたいって、その願いを込めて。なるほど、いいね。ではディスカードでの君は AAA だ。これからよろしく。うん、よろしく、ファントム。なるほど。時は過ぎ、ルークたちが三神楽島に来る半年前、ルーム0604。いや、しばらくぶりだ。あ、てかその頃からこの部屋あったんだ。今日は闇カジノの方はいいのかな。うん、体調が悪いって言って何日かお休みをもらってる。電波塔のシステム構築あと少しだから一気に仕上げてしまおうと思って。それはありがたいな。絆計画発動の日も近そうだ。そろそろルークたちに招待状を書くとしようか。ルーク、話しただろう。息子だよ。俺がエドワードだった頃のな。
ルークはお父さんに会いたがってるかな。さて、何しろ10年も前に死に別れた設定だ。君は亡くなった父親に会いたいかい？絆計画がうまくいったら会えると思ってる。ああ、なるほど。アッカルド社長が愛したこの島と、この島のみんなとつながることができれば。美しい感情だ。結局君は一度も訪ねてこなかったな、アッカルドの死因について。聞けばあなたはたばからずに答えてしまう、そんな気がするから。なるほど。俺のような人間からすると君の感情はとても色彩豊かに見えるよ。なるほど、そういう意味でのカラフルか。ブロッサムという街もそう、四季の中の感情もそう。そうか、四季っていう名前なんかちょっとマイカっぽいなとは思ってたけど、ハスマリーで付けられたんだ。で、ハスマリーでは良くない名前なんだ。なるほどね。まあなんとなく想像はつくけど。さて、じゃあエピソード9、チームなでしこいきましょうか。その後のチームなでしこの話かな、多分。ボンドじゃないし。大佐神楽から半年後、三神楽警察庁。失礼します、長官。よく来たね、神経思想官との。少々遅れましたが、ご挨拶。いい心がけだ、なでしこ君。評判は聞いているよ。島にはびこる悪だけでなく、警察内部のグレーゾーンにも大胆に手を入れているとか。だがどうなんだろうな。澄んだ水に魚は住めない。必要悪というものもあるだろう。この辺りで手を打ってもいいんじゃないかね。お言葉ですが、長官。そうやって対処した結果、ディスカードにつけ込まれ、三神楽島は悪夢を見ました。手厳しいね。で、どうしろというんだ。警察組織の抜本的な改革を提案いたします。そのために警察の闇を牛耳る人物を逮捕せねばなりません。その許可をいただきに参りました。なるほど。で、その人物の目星はついているのかな。当然。だから私はここにいるのです、長官。まあ、君がここに来ることは分かっていた。この長官がってことだよね。だから私もそれなりの備えをしていてね。出た、いつもの黒服だ。甘いな、なでしこ君。本庁は危険じゃないとでも思っていたかね。私を消すおつもりですか。残念だよ、なでしこ君。美しい警視総監の存在は神聖三神楽島の目玉の一つでもあったのに。ああ、安心したまえ。連れの二人も今頃別の場所で始末されている。何がおかしいのかな。失礼。私の連れを一度でもご覧になったことがあれば、そんなお言葉は出ないだろうな。何？その通り。すればいい。ガッ！ガッ！ゴンゾ、ご苦労。は。
ご紹介が遅れましたが、連れの一人、ゴンゾーは元忍び。どんな場所にでも侵入可能です。カモン、お前たち、まとめて蜂の巣にしてやれ。お前はまさか出た。で、後ろ怪我はないか。出た。ああ、盾になってもらったおかげでね。これはなぜ死なない。長官、ご覧の通り、もう一人の連れは鋼の体を持っていましてね、銃弾など通用しないのです。もうチートだろこれ。そんなバカな。いい、撃て、撃ち続けろ。具にもつかん、沈んでおけ。なあ、さて、残るはあなたお一人だ。なでしこ君、島の悪党がどこにいるか知りたいだろう。私は巨大なネットワークを持っている。だから取引しような。長官、これからお話になることは裁判の証拠になります。余計なおしゃべりはおすすめしませんね。くそ。午前10時48分、容疑者を確保。かっこいい。完璧なチームじゃんか、マジで。同日午後、三日倉警察署。なでしこ殿、これで風向きが変わると良いでござるな。あの長官はただの見越しに過ぎない。私が抑えるべきはその担ぎ手だ。裏ボスだ、裏ボス、裏番、裏番。まだ透明な警察組織には程遠い。今後も今日のような荒技で敵を暴いていくつもりか。貴様がおとりになる必要はなかろう。小悪党の首を狙うな。だが、私は悪の根源を断ちたいのだ。そのためなら警視総監の首くらい喜んでかけるさ。共に戦ってくれ、二人とも。前線で部下と共に命を張ると。忍びは互いに奇特な上官のもとについたものだ。さよう、良好でござる。いいチームになったな。力のイアンに速さの、まあ、身軽の、ね、影のゴンゾー、そして知略の四季がいるわけだから。で、美のなでしこね。美ね、美。いや、すごいなぁ。いや、警視総監まで上り詰めたのもすごいけど、そっからマジで綺麗なクリーンな警察を作ろうとしてるのも、やっぱ正義感のもとやね。いつか木馬さんも来てほしいね。さて、もう一つの道へ、エピソード10、いよいよ最後となりました。僕がバディミッションボンドで見る、最後のエピソード、幻を現実へ。大祭神楽終了後、三日倉刑務所。ああ、昨日はよく眠ったよ。この取り調べに備えてね。最初で最後なんだろう。幻ってファントムだよね、やっぱり。俺の名前？そんなことから始めるのか。ファントム、正確にはコードネームだが、
本当の名前は知らない。生まれは西の大国だ。ハスマリーに負けないくらい戦争が好きな国でね。兵士の遺体を運ぶ袋があるだろう。俺はあの中に入れられて捨てられていたらしい。まったく、よく焼却されなかったよ。俺を拾ったのは国の諜報機関だ。彼らは優秀な人間兵器を欲していた。適性を見るためまず戦場に出された。自分より大きな銃を担いでね。何人殺したかは数えていない。俺は筋が良かったらしい。そのままエリートスパイとして養成されることになった。戦闘術はもちろん、変装技術や諜報術、人心掌握術なんかを学んで。あ、じゃあファントムとして培ってきたその力は全部大体その諜報部でつけられたんだ。大国の各国を飛び回り、それなりに忙しい日々を過ごしていたよ。まあ、スパイだもんね。だが、あれは30になったばかりの頃か。諜報活動中にハスマリー政府軍に捕らわれてしまってね。結果、俺は祖国から切り捨てられた。俺の組織の上層部、国の首脳たちはハスマリーと事を起こしたくなかったわけだな。ハスマリーから問われても、そんな男は知らない、勝手にしろとの一点張りだったらしい。祖国からそう言われたのでは仕方がない。俺は寝なし草になった。何ともつながっていない正真正銘の幻影になった。丸一年、ハスマリー政府軍から無意味な拷問を受け続けて、ある時、その政府軍が例の研究所を襲撃した。密かに脳の研究をしていたあの場所。その関係で政府軍には隙ができてね。俺は地下牢から脱出した。ああ、そういう時系列だったんだ。生きているのが不思議なほど満身創痍だったよ。だがハスマリーでは大きな収穫もあった。研究所の残骸や政府軍の情報から俺はラン博士のメモを発見してね。彼の特定の人間に感情を植え付けるという研究目的がどうにも気になった。人がなぜ泣くのか、笑うのか、怒るのか、俺には本当にわからなかったんだ。だが俺も人間だ。いろいろな経験をして感情というものに興味が湧いていた。はじめはこう思っていたんだ。ダン博士の研究を突き詰めていけば俺自身に感情を植え付けられると。なるほど。自分の。だが研究を不完全な状態ながらも再現して見ているうちに、研究を完成させるための鍵を探し求めているうちに、
俺の考え方は少し変わった。感情は人工的に付与できるようなものではない。しかしそもそも感情があるからこそ業が生まれる。感情があるからこそ人は同じような争いと悲劇を繰り返す。それなら一層俺が。あとは知っての通りだ。少し休んでいいか。水？ああ、もらうよ。ありがとう。ん？感情がないとはどういうことか。難しい質問だ。簡単に言えば、周りで起きていることのすべてが他人事なんだ。俺が撃った兵士が苦しんでいるのを見て痛そうだと思う。俺に裏切られ血に染まるチェズレイを見てかわいそうにと思う。俺に利用されるシキに対して気の毒にと思う。自分で起こしたことなのに第三者の視点で見てしまう。ただ一瞬妙な感覚に陥る時はあったよ。え、あれがルークの？あ、やっぱり。十数年前、頑固な被験体を相手に夜な夜な高度を探っていた頃だ。一回止めたもんね。その小さな口から父さんという言葉を聞くたび俺は手を止めた。そんな必要はない。計測上脳のストレスレベルにはまだ余裕があった。ギリギリまでレベルを上げた方がコードが手に入る可能性は高かったはずだ。だがあの時はこうしようと思う前に手が止まった。あれは不思議な感覚だったな。俺に正常な感情が備わっていれば、あの時自分に起きていたことをもっと詳しく説明できるだろう。だがどうも無理だな。残念だ。きっとそれは親心だったんだろうね。感情のなかったエドワード、ファントムにもそのヒーロー、ルークと暮らすうちにそれ演じていたはずなんだけど、本当の感情が少しは芽生え始めていたんだね。うん。どうした？今のは泣くような話だったか？ルーク。やっぱりルークか。やっぱりね。まあ聞いてる相手は絶対そうだなと思ったよ。なぜ実験の最中で手を止めたのか。なぜ僕が今泣いているのか。いつかきっとわかる日が来る。そう信じてるよ。
ほど。幻を現実へか。そうだね。いつかきっとまた親子として一緒に笑える日が来るといいね。さて、ということでこれにてミッション、ストーリー部分ですね、エヴァデイエピソード、サイドエピソード、すべて見終えることができました。はあ、終わっちゃった。うわー、ちょっと、そうか、ごめんなさい、終わっちゃいましたね。ということで、なんかちょっとあれだな、こう最後すんなり終わっちゃったから。そうだよね、まあ、トゥルーエンド見た後にそのサイドエピソードが最後解放されるから、やっぱエンディングの後っていう感じになっちゃうので、だからスッと終わってしまったんですけれども、これにてバディミッションボンド、長きにわたり行ってきた実況プレイ、完結となります。最後までお付き合いいただいた皆様、本当にありがとうございました。まあ、ところどころね、見てくれた方とか、ずっと通して見てくれた方とか、いろんな方がいらっしゃると思いますけれども、本当総じて本当にありがとうございました。いや、なんか人生で多分どのゲームもそうだけど、やっぱこのゲームに出会ってよかったって毎回プレイするとどんなゲームでも思うんですけど、やっぱり今回も本当に素敵な作品で、素敵なストーリーで、素敵なイラストでね、本当になんか全てが良かった。最初はね、何の気なしにこの、あの村田先生、僕の好きなアイシールド21とかワンパンマンを手掛けてるあの村田先生のやっぱ作画と任天堂光栄テグモさんがやっぱこうタッグを組んだってなったら、ちょっと見てみたくなるじゃないですか。ストーリーとかにもこう携わってらっしゃるわけですから。ということで、こう実際にプレイしてみたら、もう案の定本当にやっぱもうドンピシャ、僕の心をえぐるようなね、本当に素晴らしい作品でした。最後まで本当にご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんも、購入してね、ダウンロード版、パッケージ版ありますので、ぜひとも、購入して Nintendo Switch でプレイしてみてください。これはね、ぜひともね、プレイステーション系列とかそっちの方にもなんか移植しても全然いいんじゃないかと。まあ Nintendo さんが作ってるんで難しいでしょうけど、ぜひね、なんかほんといろんな多くの方にプレイしてほしい作品だなと思いました。いや、ということで本当にご視聴ありがとうございました。最後までありがとうございました。改めてね、皆さん、僕のパート1戻ってオープニングとか聞いてみてください。映像とかね、本当になんか伏線じゃないですけど、結構なんか、あ、こういう感じだったな、MV。あ、そうか。このオープニングって、これを表してたんだ、みたいなのが結構あるので、ぜひとも最後にね、もう一度パート1、帰り見てみてください。ということで、本当にご視聴ありがとうございました。面白かったら、チャンネル登録、コメント、評価、Twitter や Instagram のフォローなど、お願いいたします。TikTok にもね、動画たまに上がってるので、よかったらチェックしてみてください。またお会いしましょう。バイバイ。